目が紫、挙式紫を思い出した私はもう結構満期な気がします。結構ね、もう行けるとこまで行っちゃったんだなっていう気がするんですけれども、目が紫なんですって。挙式ですね。ポールンロボさんの紫ですから結構飛んでるんですね。いやでもまだ末期じゃないです、最盛期って思ってます、自分の中で最盛期、最盛期、楽しいなっていう時ですから。まあ、ちなみにこのポールンロボこういった色なんですけれども、明日ですね、明日の方が暖かくて飛びそうなんですよ。十分対策はしっかりと行っていただきたいですね。目からビーム、まがまがしい色味をしております。人類に反旗を、確かに怖いですよね。なんか表情がホラーチックじゃないですか、覚醒。どこを見据えてるんでしょうか、明日を見据えてるんでしょうかね。あと3月4月って結構こうメンタル的にもこう浮き沈みがあるっていう季節なんですって、調べたら。まあ確かにそうですよね。だからきっとポールンロボさんもちょっと浮き沈んでるんですかね、どうなんでしょう。僕最強だからって言いそう。挙式紫ですね。いや最盛期の時代ですね。そう。では続いて見ていきましょう。さあこの後は11時からコーヒータイム、ぜひご参加ください。皆さんこの後も素敵なひとときをお過ごしください。それでは。